河野太郎が石橋茂か、15日に放送された BSG のプライムニュースの中で、イージス最初について司会者が、中止を決めるときに野党なら反対なら反対でいいが、与党ならプラン B、大対策がなく、いきなり中止なのはいかがなものかと河野大臣に質問し、河野大臣が次のような発言をいたしました。 イージス艦があって日本を守る体制がある。できれば南シナ海にも転用したいというのもある。海上自衛隊の負担を減らすことも視野にあった。北朝鮮が技術革新を進めている中で将来を見据えたときに何が必要なのか議論が必要だ。ミサイルを撃ち落とすのも抑止力だがトータルの抑止力をどう 高めててていいいくくのかという議論を合わせてやっていく必要がある。北朝鮮だけではなく中国の軍事拡大がある中で限られているリソースを何に優先順位をつけて振り分けるかという議論も大事だとなっておりまして、まあ、こちら河野大臣が「議論」という単語を連発されてしまったため石破茂さんみたいだと指摘がなされておりますが河野、まあ、大臣議論をと主張されるのであれば イいいアシ際者の中止決定の際に政府与党内においてほとんど議論がなされずに中止が決定されてしまったことが問題視されておりますのでなぜこのイいいアシ際者において必要な議論を行わなかったのかという問題が出てきてしまいますがまた今回の河野大臣の主張ではイいいアシ際者を導入した方が良かったという結論が 導き出されるんじゃないでしょうか。このイージスたちは、1機でイージス艦3隻分の能力があり、2機で6隻分の能力がございますので、イージス艦6隻が中国などに割り当てられていたはずでございます。現在、海上自衛隊は中国や北朝鮮などを監視しており、船が足りておらず、補給艦まで借り出しておりますし、イージス艦が配備されている日本海は、 海が荒れているため、技術館の乗組員、自衛官の皆様にかなりの負担がかかっているものと思われますが、まあ、こういった議論については民主主義において重要なものでございますけども、政治家であれば、議論をする前に前提となる、まあ、具体的な政策を示す必要がございますので、河野大臣には今後様々な 主張される際には、具体的な説明を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。